こんにちは、斉藤武弘です。ゴンブリです。すげー降ってんのこういうさ、粒が大きい雪の時はね、カメラやっぱりレンズに雪ついたりとか、結果的にね、溶けて水滴になるんで、なかなかね、撮影が難しいですね。止まっちゃった。何かな。今ね、修学旅行生がたくさん来てるの。あとは平日なんでね、日本人以外の方、アッピア特に中国人、台湾人、あとは少しあれかな、オーストラリアとかそっちの方の方もね、いるのかもしれないですけど、結構身長すごい高い方とかいっぱいいるから、多分そうだと思う。まあそんな感じで、だいぶね、平日は、日本じゃなくなってきてますけども。まあシーズンインなんでね、そろそろこうワンポイントレッスンもこのタイミングでやっていこうかなと思います。ね、去年とかはもう何月、多分3月とかね、そのぐらいにこうワンポイントレッスンやってみて、結構ね、反応が良かったので、今年もやっていこうと思うんですけど、まあ、あんまりこう多くは出せないですけどね、たまにやっていきます。そう、あんまり多く出せない理由は、僕がオンラインスクールっていうのをやっているからですね。全部出しちゃうとね、参加料払ってオンラインスクール参加してくださってる方いますから、全部は公開できないんですけど、まあ、その中でもちょっとね、つまんで1話完結みたいな感じでワンポイントレッスンというところをね、配信していきますので、ぜひ参考にしてみてください。いやー、レンズに雪つきそうだな。いや、つくのはいいんですけどね、映像が撮れないのがさ。あ、でもまあ大丈夫そうかな。風をね滑ってる限りは風がどんどんこう当たるからね、いい感じで雪が避けてくれますね。そんなに雪湿ってるわけじゃない、すごい軽いから。よしよしよし。まあそんな感じね、ちょっともう今日はすごいモサモサ降ってて、ナイターもついてるぐらい、ナイター照明も、そんな感じのアッピなんですけど、じゃあちょっとワンポイントレッスンをね、やっていきましょうか。先にちょっとこう解説をしていきたいと思います。シーズン始めなので、ちょっとリフトのあれアナウンスがうるさいかなシーズン始めなので、どんなことをやったらいいかっていうと、やっぱりシーズン始めって皆さんこう足元が安定してなかったりとか、安定しない理由はやっぱりスキーと一緒にこう体を落下させることができない、こうスキーがバガーンとこう逃げちゃうとかね、そういったことがあると思いますので、これは僕自身もすごくよくやる練習なので、ぜひぜひ参考にしてみてください。先に言うと、なるべくターンをしない、ターンを意識しないっていう感じですかね。ターンしようとしない。なぜかっていうと、こうターンをしようとしてる人って、こう後半とか特にウィーンとこうスキーをすごいこう回そうとするんですよ。ウィーンと、いや、回すのはいいんですけどね、スキーだからだけどこうやると、そのスキーが持ってるサイドカーブ、こうくびれてますよね、スキーってね、くびれがあって、それぞれスキーのサイドカーブって違うんですけど、そのサイドカーブ以上に、曲げようとしてしまう。特にシーズン初めは慣れてない、まあ、久しぶりだったり慣れてなかったり、新品の板とかね、アイテムが変わってたりするんで、だからそういうね、スキーに合ってない方向に自分の体をこう落としていきがちなんですね。なので、シーズン初めはそのスキーの感覚っていうんですかね、スキーと一緒に落下していく感覚をつかむために、あんまりこうターンしない、ターンを意識しないっていうんですかね、曲がろうとしない。もちろん方向は変えますよ。こうやってパーッと方向を変えたら、あとは落下していく。あぶんちょっと雪もさもさだからびっくりした。はい、こういう感じであんまり自分から曲がろうとしないって感じね。でスキーが横向いてれば、たわんでスーッと横に走っていくので、それは全然構わないです。綺麗な場合だったらもっともっと下に落ちると思いますし、雪が溜まってれば雪の抵抗があってね、横にスーッとスキーが走ろうとするので、それはそれで全然構わないです。なんであんまり自分から横にこっち方向に行くんじゃなくて、ちょっと下に落としていく感じ、さーっとこうやって外スキーの上にお尻がしっかりこう乗る感覚っていうのがつかめてくるんで、スキーと一緒にこう落下する感覚がね、すごくこう伝わってくると思います。で、どのぐらいスキーがこう曲がってこようとするのかなとか、なんだろう、スキーの硬さ、柔らかさ、どのぐらいのスピードで落下すればスキーがたわんで、このスキーは曲がろうとしてくれるのかなっていうのが、柔らかければね、スピードがそんなに出てなくても、すごいこうたわんでビューンとこう曲がろうとしますし、あとはサイドカーブがきつかったりするとね、逆にスキーが硬かったりサイドカーブくびれがあまりないタイプだと、ある程度こうスピードを出したり急斜面とかじゃないとスキーがたわんで曲がろうとしないので、じゃあその分もっともっと下に落ちて
落差を取ってね、こう落差っていうのは下に進む距離ですね、進む距離をたくさん取って、進んだことによってスキーがたわむっていうのを使ってスキーを曲げていくっていう感じですね。もちろんこうスキーを回す動きっていうのも使うんですけど、シーズン初めは自分でこうガンガンこう回すっていうよりはちょっとスキーのたわみ反応を感じながら、とにかく落下しながらスキーを操作する感覚っていうのを、感覚だったりあとはポジションっていうのを掴んでいくといいのかなと思います。はい、ということでワンポイントレッスンね、ちょっとさっくりでしたけど、ぜひ参考にしてみてください。止まるとね、雪がこうやってだんだん積もってくるのどうしよう、ちょっとリフト乗ろう、お願いします。いやすごいね、来るわ。なんかね、だんだん八方とかそっちの方も、甲信越地方の方もすごいね、雪が降ってるみたいなんで、よかったですね、やっと。北海道はもうね、なんかすごいですけどね、安定の降雪みたいですけど。ということで、ワンポイントレッスン、もし参考になったなと思ったら、ぜひ高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。見て、ど田舎。めっちゃど田舎でしょ。レッスン終わってさ、帰ってきたらさ、雪が降ってるんだよね。ちょっと今止んできたけど、結構降ってて、多分ね、山が降ってんだよね。明日パウダーかな。楽しみだぜ。